1つ目。 ねえ、つまりここに子供を引っ張ってきて食べる前に太らせてる？ ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo es lo que se llama?
2つ見つけた。残り8つ。今夜は寝る予定がなかったからな。4階。俺を殺すには十分だ。自分で自分を放射線で殺す気はない。出ようぜ。気をつけて、ラッドを浴びるよ。
三つ目の手がかりね。文字が何かを示してるはず。動物園は今までになく大きいが、自分たちでやっていける。ヌカコーラワールドオブリフレッシュメントにようこそ。今ではヌカコーラクアンタムの川が流れています。ヌカコーラは2042年に駆け出しの科学者である創立者のジョン・ケーレブ・ブラッドバートンによって始まりました。レシピが完成するまでにおよそ2年かかりましたが、2044年の終わりにミスター・ブラッドバートンはついに夢を実現し、ヌカコーラが誕生しました。など地域の味をお楽しみいただいています。
一つ手がかりを見つけた。レシピが完成するまでにおよそ2年かかりましたが、2044年の終わりにミスター・ブラッドバーヌカコーラは2042年にヌカコーラワールドオブリフレッシュメントにようこそ。今ではヌカコーラ。見失った。あんたを奴らはチャンスだと思った。こすり落としたいよ。エアの武器を見つけたら教えて。拾ったものは俺のもの。誰もこの場所を見間違えない。ここは見た目が良くなった。お知らせ。まるで私みたいね。マット・ミニガンのマインカートライドがついに再開します。昨年の悲劇を繰り返さないようシートベルトが強力になりました。ヌカワールドはいいわよ、ボス。バーン！よし、行くわ。戦いの時間よ。ヌカワールドの散策中、美味しいヌカグレープ、ヌカオレンジ、ヌカチェリーはいかがですか？どの売店でも購入できます。もう一つあった。
ボルトテックコーポレーションです。最初の10名のお客様にリロード製のベリーを差し上げます。射撃開始。今日はダメだ。ご注意を。パーラーでのルカの怪人のマチネーショーは売り切れになりました。夕方のショーのチケットはまだ残っています。頼りになる保安官参りした。そもそも馬ってなんだ。乗れる大型犬の一種。2番目の手がかりよ。サファリアドベンチャーの動物廃棄施設と混ざったため、今夜フォーリーフフライドフィッシュレストランではアップルジュースの販売。
バーンヤードフライ動物園で靴が汚れましたか？ドライロックガルチのギフトショップで新しい靴がたった50ドルです。Thank you.
つだな。楽しくない。これで9番目。残り1つ。ぬかシェリフの星をお子さんにどうぞ。ヒーハー。アマング・ザ・スターで地球を飛び出す冒険を体験しましょう。提供はボルトテックコーポレーションです。の手がかりは揃った。それをシエラに返して彼女に判断を任せましょう。今すぐチケットを予約して、間もなくサファリアドベンチャーに新設されるアングリーアナコンダコースターに最初に乗ろう。隠れられるものを探した方がいいかも。
俺に何か素敵なものを修理するたびに別なのが壊れてる。結構いけてるね。はい、秀才くん、ラットを手に入れたんだ。さあ運ぼう。汚染はなるべく避けよう。目を光らせるのよ。キャッピーは巧妙に隠されてるわ。隠れたキャッピーを全て見つけた。全部に文字がついてたわ。よかった。その文字を見せて。うん、ヌカコーラ製品を私と同じくらい眺めて暮らしてきた人ならすぐわかるわ。文字はリフレッシュになるのよ。思ってたより単純ね。決まってるでしょ。コンテストは子供のためなんだから。あ、そうね、忘れてたわ。ヌカコーラのことになると力が入りすぎちゃうみたいね。このドアがブラッドバートンの事務所に通じてるはずだけど、固く閉ざされている。このキーパッドでしか開けられない。リフレッシュに対応した10個の数字を入れればいいのよ。隠れたキャッピーを探すのを頑張ったのはあなたよ。だからコードを入力する資格があるのはあなた。ロックが解除された。入りましょう。よく探しましょう。かけてもいいけど、ここには秘密が潜んでいて、しかも巧妙に隠されてるに違いないわ。
見てよ、ここを。製法はどこかに隠されているはず。ブラッドバートンがその辺に置いておくなんて考えられない。まるで歴史の中を歩いてるみたい。クリアの製造に関して言えば、一歩引いて事実を吟味する必要があるのは明らかだ。コバルト計画のおかげでクワンタムが手に入った。市場で他社に打ち負かされる前に、これが秘めた評判をテコにするのが最適な方法だ。さらに言えば、両方の味を生み出すための設備を持つには費用がかかる。むしろクワンタムを宣伝するための費用に使うべきだ。それにレモンライム味の発表も控えているし、クリアカラー味の両方を宣伝するための方法を用意しないといけない。これら全部の要素を考慮すると、少なくともあと2回経年度の間はヌカコーラクリアの製造を停止する。それしか選択肢はない。くまなく探して。探しているものは簡単に見つからないかも。見てよ、ブラッドバートンさんって抜け目がない人ね。ここに何があると思う？これは興味深いわね。行くわよ。何よこれ。待って、ありえない。あれはジョン・ケイレブ・ブラッドバートンよ。てか、その頭だけ。顔は長いこと見てない。希望は全て失ったんだ。あ、神様、生きてる、生きてるわ。私はシエラです。あなたの大ファンなんです。ヌカコーラを何より愛してます。とっても光栄です。そこのお前、ピップボーイをつけたやつ、ここで何をしてる？コンテストのコードを使って入ったの。あなたはどうしたの？悪魔と取引をしたんだ。そうとは知らずにな。ブラグストン将軍は最初から知っていたんだ。クソ野郎。彼はコバルト計画と呼んでいた。兵器設計と引き換えに生命を伸ばす技術へのアクセスが与えられる。あいつの言葉を鵜呑みにした自分がバカだった。これがその代償だとは聞かされていなかった。
ブラクストン将軍って何者なの？陸軍研究開発室の兵器及び資材部の長官だ。私の量子メカニック研究に大いに関心を抱き、取引を持ちかけてきた。極秘兵器プロジェクトに助力する見返りに、実験的手術で寿命を延ばしてくれると持ちかけてきたんだ。愚かにも考えなしに飛びついてしまった。短慮の代償を払わされることになったよ。兵器ですって？嘘でしょ。この世界にたくさんの喜びをもたらした天才がどうして兵器なんか作ろうとするの？天才は安らぐことがないのだ。手を広げ、新たな挑戦を求め、未開の地を探検しなければならないんだ。そこで兵器だ。通常の携帯型戦術弾頭を量子で強化したものになるはずだった。実は試作品はこの部屋にある。くれてやってもいいが、条件がある。私を生かしている機械の電源を切ってほしい。死にたいんだ。なんですって？ダメよ。本当に死にたいの？考える時間は十分にあった。殺しちゃダメよ。すごい人なのよ。世界で最高の飲み物、ヌカコーラの生みの親よ。お嬢さん、どれほどむごいことか分かっていないんだ。ここに一人で閉じ込められたまま、変わり映えのしない壁を何十年にもわたって眺め続けるということが。さあ頼むから黙っていてくれ。こちらの話のわかるお友達と話させてくれ。難しい頼み事をしているのはわかっている。だが君にも利益がある。電源が切れれば、試作品倉庫室へのドアが自動的に開く。好きなものを持っていけ。もうどうでもいいんだ。とにかく、頼む。解き放ってくれ。もう孤独に耐えられないんだ。待って待って、ちょっと考えがあるの。ブラッド・バートンさんは孤独だから死にたいのよね。なら私が一緒にいてあげる。一緒にいて話し相手になるわ。この人は私のヒーローだもの。それも一つの手だけど、手に入れられなくなった試作弾頭の埋め合わせをしてほしいの。ええ、あなたが興味ありそうなものがあるわ。限定版のヌカコーラのジャンプスーツがあるの。とってもかっこいいの。生産数は少ないわ。私の大事な宝物の一つだけど。でも、そうね、譲ってもいいわ。ヌカコーラのジャンプスーツだってそんなの私が提示しているものに比べたらつまらないものだ。決めるのは君だ。だが頼むから私の望みを叶えてくれ。他の誰にも私を救うことはできない。あの人にちょっと同情しちゃうわ。氷漬けの頭になるなんて考えられない。ヌカコーラが飲めないじゃない。シエラ、聞くのが怖い気がするけど、どうするつもり？ここに隠されているはずのヌカコーラの秘密の製法はどうする？それはジョン・ケイレブ・ブラッドバートンがピンピンしてるのを発見する前よ。まあ首だけだけど。わからないでしょ。自分でヌカコーラの製法を教えてくれるかも。他のいろいろなことと一緒にね。そしたらすごいわ。頼むから彼を生かしておくと言って。頼みを聞くわ。電源は落とさない。ありがとう、ありがとう。正しい選択よ。だって偉大な人なんですもの。さて悪いけど、生きる伝説のお相手をしなければならないの。頑張ってヌカワールドを運営してね。